アーチャー対戦車自走砲17ポンド自走砲型、バレンタインマーク I、アーチャーは、第二次世界大戦中のイギリスで、バレンタイン風評戦車のシャーシをもとに開発された、対戦車自走砲である。17ポンド砲は、優れた能力を有する、対戦車砲だった。一方で、サイズ、重量ともに加算がために、 戦場での移動には車両による牽引が必要であり、防御戦はともかくとして、高性能際に進化を発揮させることは難しかった。そのため、17ポンド砲を車両に搭載し機動力を持たせる試みがなされることとなった。台車としては、生産継続中であるにもかかわらず、新兵器の登場により急速に急式化しつつあった、バレンタイン風評戦車が選ばれた。 同時に、チャレンジャーや、シャーマンファイアフライといった17ポンド砲、搭載戦車の開発も急がれた。バレンタイン風評戦車は、比較的小型の車両であり、17ポンド砲を砲塔に、搭載することは、不可能だった。代わりに、砲塔のあった部分に、背の低い単純な形状の、オープントップ式戦闘室が設けられ、車体の後方へ向けて手法が取り付けられた。 この手法配置のため全長を短く抑えることができた。当初、手法を後ろ向きに配したことで運用上の制約が生じると思われていたが、実際には敵に攻撃を加えた後に、車体の向きを変えることなく迅速に別の射撃位置に移動することが可能という長所となり得ることが判明した。その低姿勢と相まって、アーチャー対戦車自走法は、 優れた待ち伏せ兵器として威力を発揮できた。なお、本社について操縦席が褒美と干渉する位置にあるため、操縦手は射撃時は退避しなくてはならなかったと解説されていることがあるが、閉鎖機は操縦席の真後ろに位置しているものの、手法を発射しても方が操縦席部分までござすることはないため、射撃時に操縦手が社外へと退避する必要はない。 ラトルン戦車博物館に展示されるアーチャー。エジプト軍からの露獲品、アーチャーの生産は1943年中頃に開始され、1944年10月に実戦配備以降は西部戦線やイタリア戦線で戦った。戦争終了時点での生産数は655両だった。アーチャーは自走砲に分類され、騎兵隊や王立戦車連隊ではなく、 王立砲兵連隊が運用した。三インチ自走砲 M10 ルバリニア、派生系の17ポンド自走砲 M10 アキリーズも同様に砲兵の管轄にあった。第二次世界大戦後に中東にあった英連邦軍の一部の車両はエジプト軍に引き継がれた。その中にはアーチャー200両も含まれており、第二次中東戦争では、 対戦車陣地の外周部に巧みに配置されて、敵軍を待ち伏せ、イスラエル機構部隊に停滞損害を与えている。エジプトのほかヨルダンには1956年に36両のアーチャーが引き渡されている。残存車両は、イスラエルのラトルン戦車博物館、オランダの国立オーバールーン歴史博物館、イギリスのボービントン戦車博物館で展示されている。 アーチャーの派生型として、1944年に、手法を25ポンド野戦榴弾砲に変更した、車両が試作されており、25ポンド自走砲型、バレンタインマーク、アイアーチャーの名称が与えられていた。この車両は、アーチャーと同じく、バレンタイン不評戦車の車体に25ポンド砲を、搭載した、自走砲である、ビショップ自走砲が、実戦での運用の結果、 車高が高くて目立ちやすい密閉式戦闘室のために車内空間に余裕がなく狭苦しくて方が扱いづらいという難点を指摘されたため車高が低くオープントップ型で車内空間に余裕のあるアーチャーの手法を25ポンド法に変更したものであるテストの結果25ポンド法の搭載に何ら問題はなくビショップで指摘された問題も解決されたが ビショップの重大な欠点とされた、砲の搭載方式上から大きな行革が取れず、さらにゴザジニ砲が車体と干渉することを防ぐために、手法の行革が制限されたことで、射程距離が、牽引式25ポンド砲の半分しかないという点は、アーチャー車体に搭載した場合でも解消できず、アメリカ合衆国より M7、プリスト自走砲が供与されることになったことと、 M7 とほぼ同様の性能を持つ国産のセクストン25ポンド自走砲が開発されたため量産はなされず試作のみに終わった。また手法を搭載せずその分弾薬の搭載量を増加させた弾薬運搬者型が17ポンド砲用25ポンド砲用の2種類構想されたがいずれも構想のみに終わっている。ありがとうございます。